札幌ドームからお伝えしてまいります。セパ交流戦、北海道日本ハムファイターズ対広島東洋カープの2回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。大勢のお客さんが詰めかけています。小宮山さん、このファンの歓声というのは試合中でも聞こえるものなんですか？割と冷静に投げてる時はしっかりと耳には届いてましたね。そのファンの声援を受けて今試合がスタートしています。まずはファイターズの先発大谷が札幌ドームのマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。1回の表カープの攻撃、バッターは新。1番レフト新、背番号01。小宮山さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう？そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきますから、抑えると抑えないでは大違いになりますからね。さあ、そういう意味ではこの立ち上がりどうなるか。西さん、各バッターはある程度先発ピッチャーの攻略法、データというのは頭に入っているものなんですか？もちろんね、バッターボックスに入る前に、しっかりと頭の中で整理してから入りますからね。なるほどね。カープマウンドに上がるのは先発の赤根、どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。陽が入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球ボール、低めの球外れています。ボール先行です。際どいところ、これはボールになります。ストライクが入りません。ここは1球見ました。しかしサードライナー、バッターは注目のルーキー、スーザン。さて、ファイターズの先発は大谷。初球ストライク、打ちました、アウト、ワンアウトです。バッターは中田。ファイターズ0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですよね。高めいっぱいに決まります。アウトロー外れます。
空振りになります。2ボール2ストライクと追い込んでいます。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ご覧いただいていますがうまく打ちました。非常に綺麗なホームランでした。うん、そうですよね、完璧に捉えましたからね。バッターは比嘉。小宮山さん、今日は先発もしっかりゲームを作ってるわけなんですが、いいピッチャーの条件とはズバリ何でしょうか。どうでしょうね、監督の考えてる通りにアウトを取ってくれるってことですかね。まあ、先発だったら長いイニングをとにかく投げるっていうことが重要になってくるので、それでいて点を取られなければなおいいという、そういうことじゃないですかね。まさにそのようなピッチングを今日はしているようです。低めストレートストライク。打ちました。ファウルになります。打ちました、痛烈。これはどうだ、ライトライナー掴んでまずワンアウトです。バッターボックスには2番田中。ファイターズこの回追いつかれています。小宮山さん、こういった足の速いランナーがいる場合ピッチャーの心、ファーストの左抜けました。ファイターズピンチになりました。ノーアウトランナー三塁一塁。さあこの場面でルーキーの陣、今日はここまでマルチ安打を記録しています。いいコースですが外れています。非常にブレーキが効いたボールです。これはまっすぐ伸びていく、切れました、ファウル。フェアならば勝ち越しかというところでした。この打球はファウルボールです。ジャストミート、ワンバウンドヒットになった。ファーストランナーセカンドからパスを蹴った、タッチはアウト、ワンアウト。カープ勝ち越し、3対2。ファイターズもうこれ以上点はやれません。ここはうまく打ち返されました。得点を許しています。このゲーム中盤、ここでリードを奪われます。
今日は守備で交代してそのまま出場している杉谷。ツーアウトになっています。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。初球ボール、ストライクになります。低めの変化球は外れました。引っ張った、サードうまくさばいて、これで3アウト、試合終了になりました。残念ながら日本ハムファイターズ敗れてしまいました。西さん、負けたチームとしてもこれぐらい一方的な方が逆に諦めがついて気持ちを切り替えられるといったこともあるかもしれませんね。まあただね、やはりね、反省点は非常に多いと思いますね。ですからこの負けをぜひ次に生かしてほしいですね。勝ったカープ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のファイターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはファイターズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで札幌ドームから失礼いたします。